写真拡大。日本ハムの玉井大翔投手が4日、札幌の球団事務所で契約更改を行い、2450万増の4400万円でサインした。金額は推定。今季チーム最多の65試合に登板した3年目右腕は、勝ちパターンの型に食い込んでいけるようにと勝利の方程式入りを誓った。今季チームが採用したオープナー戦術により出番が急増した。持ち場は勝ち負けに関係なく、スクランブルで行くこともあるだけに準備は一番したんじゃないかと思いますと振り返る。ただその状況を超ポジティブに捉えていたことが、防御率 2.61 という好成績につながった。きついというよりは本当にチャンスだと思って、なんとかものにしようと思ってやってきましたと頷いた。1年目の24試合、2年目の40試合を大きく上回る登板機会を得た中で、リリーフとしての適性に磨きがかかった。12年連続50試合以上登板している宮西久雄やクローザーの秋吉明投手の背中を見て学んだ。以前はいつ行くかわからない中でも気持ちを作ってしんどくなっていました。今は直前までリラックスした状態で行く時に気持ちをぐっと入れるような感じと、メンタル面で大きな変化があった。でもクモンさんなんか見てると立ち投げ5球ぐらいで行っちゃう感じなので、まだまだだなと思いますと笑った。今季は走者を背負った場面を切り抜けて流れを変える役目も果たした。チーム最多登板で充実感を味わう一方で、来季以降のこともクレバーに見据えている。今年はたまたまオープナーがありましたけど、来年噂は直行やマルちゃん、マルティネスが復帰してイニングを投げられる先発が多くなってきたら、必要ない戦術でもあるのかなとも思うので、いつまでもこの立場にいるわけにはいかないと思っています。中継ぎをやるからには勝ちパターンの型に食い込んでいけるようにと力を込めた。投球術でも進化を目指す。今年1年間シュートやカットでインコースというところは意識づけできました。アウトコースの球をしっかり投げられれば、来年また強みになるんじゃないかなと思いますと語った。外角のボールの制球力を磨くと同時に取り組んでいる新球が速いスライダー。出身地の北海道サロマ町の名前を取ってサロマボールと名付けた。いい感じで投げられているので、実戦で使ってみてよかったら使ってみようかなと話す。ホタテやカキの養殖で知られるサロマ湖は国内で3番目に大きい湖で、周囲を走る100キロレトラマラソン開催時には鉄人ランナーが集う。チーム1のタフネス右腕は新球を引き出しに加え、来季もフル回転する。石川かな子。